サーバーに接続してます。はい、レコーディングが始まりました。あ、光ってる。もうちょっと光らすか。こういう感じでどうか。あ、いい感じ、いい感じ。はい、すごい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日のイクミンとの反省会は前回の、ね、ライブを2回目のライブの時に、うん、イクミンはその自分が映っていると苦手って話になったんだよね。うん、そう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 。うん、なので今日は土偶で参加をしてます。ちょっとやってみたかったの。あの、あるよね。うん、うん、でなんか昨日はさ、うん、今日聞いた の昨日はもう疲れ果てちゃってたので、ああ、うん、でどんな状態だったんだろうと思ったら、お互いの顔は全然こうよく見えてないわ。なんかあれかな、うん、音もビコビコ言ってたよね。綺麗に入ってなかった気がする。そうだね、ほんとね、ヨッシーの声はすっごい聞こえてたよ、うん、そうで、私自分であの後今日見たら、うん、でも私の画像が乱れてたりとかしてたから、やっぱりほら新幹線とかさ、うんうん、で私が何をあれでやりたかったかっていうと、うん、ザ・ベスト10知ってるでしょ。ザ・ベスト10知ってる。よくさベスト10でさ、昔のなんだろう、今あんなことやったら怒られちゃうよみたいなとこに行ったりとかさ、うんうん、松田聖子ちゃんとかさ、あのいろんな芸能人とかの、うんうん、何こう移動中ですとか言って、とてつもないとこでやっててさ、今から電車に乗ります、さようならとか言って、うん、なんか あれやれたら面白い、やりたかったんだよ。だから今日イクミンがその土偶で話したいっていうのと同じように、うんうん、なんかあの私もちょうど別にその時間を狙ったわけじゃないんだけど、うんうん、時間的にちょうどあの前後だとね、乗り合わせの時間が悪かったり、うんうんうん、でせっかくだからギリギリまでさ、いろいろお話ししたかったんで、うんうん、ちょうど調べたら20時37分っていうのが乗り継ぎもよくって、うんうん、その7分の間に何をするんだっていうところと、うん、とりあえず息子に見られるとまた何を言われるかわからないと思って何やってんだとか怒られそうだから、うんうん、とりあえず母はライブ配信をするから先に行くって言って、うんうん、電車、そしたら息子から LINE で、うん、あの何号車の何番に座ってるっていうのが来たから、息子素晴らしいと思って、うん、素晴らしいね。でその間母は外で一生懸命仙台だのどうの喋ってるんだけど、でも何だかね、ずっとイクミンが招待できなくて、他の人で見ててくれたのは招待が出たんだけど、うんうん、イクミンにつながったら今度イクミン頭しか見えてないとか。あ、そうだね。一生懸命入ろう、なんかあの結局ね、パソコンから入れなくてね、うん、あのスマホから入ってみたのね、うん、そしたらさ、ほら私はパソコンでやるとばっかり思ってるから、スマホの台を持ってなくてさ、昨日、うん、手で持ちながらどう映るかなって、こう一生懸命さ、顔がなっても嫌だしさ、うん、ちょっとなんかこう入ったドアみたいな、なんか臨場感出すにはちょっとあのぐらい切れてる方が面白いかなって勝手に思ったのと、うん、あとでもなんせ私が全然声が聞こえないからさ、やっぱり外だからさ。あ、そうか。でもこの間そういえば今思い出した、うん、ほらハウリングの話になった時に、そう、イヤホンって、そう、言ってたよね、私イヤホン持ってたんだわ、うん、やだ、持ち歩いてた、でも忘れてた、うん、だってほら、ま、満月の夜にやりますとか言ってさ、うん、あのよし満月じゃないよとかさあれ面白かったね。そう、なんか一生懸命作ってさ、なんか今回あの、ね、写真で何月何日とかさ、うんうん、そうやるんだね、作ってあの投稿ページのもの作るんだけどさ、うんうん、なんかできないと思って、やっとできたと送ったらさこれなんか満月じゃないんじゃないとか言われてさ、うん、なんだよ、うん、満月みたいなもんだよ。うん、でもなんか今回はだからちょうどタイミング的に思った以上に、あそこで電車のあれが、うん、あ、このまんま乗ったら面白いし、乗ったらこう閉まっちゃうとか言って、うん、で相変わらずああいう時って他人が目に入んないから、一応さ他の人は入んない映んないようにだけ気を使ったけどさ、うんうん、息子のところも正面から行くと、うん、こうっていうのが分かっちゃうから、うん、息子を背中に 見えるように息子の後ろ側からこう振りながら行って、荷物も置きながら、うんうん、ライブ配信をしてるっていうのが分からないように、
荷物だけ置いて、ちょっと向こうに来るからって言いながら、で扉が閉まるのとかも、せっかくだからここまで来たら、あのベスト10みたいに扉がシューって閉まって、皆さんさよならっていう、ね、アイドルをやってみたかったっていう、ね、すごく良かったよ。ありがとう。でもなんかわさわさしてたから、このあの身内じゃない人は何やってるんだっていうねところになると思ったんだけど、なんか面白いからいいかなと思って。みんな優しいから理解してくれると思うな。そうだよね。でもなんかね、今日ねちょっと知り合いの人と話をしてた時に、うんうん、知り合いがなんかライブ配信してるんだよねって、見たかったけど見れなかったんだって言ってくれたんだけど、うんうん、やっぱりすごくね、あの、うん、どういうこと話すんかなって興味を持ってくれて、あ、うんうん、そうそうそう、なんか面白そうだよねって言ってくれたり、うん、なんか、うん、結構、見てても、昨日はグダグダだから昨日のは見てもしょうがないかもっていう。でも私は、まあ、のアイドルに、ベスト10のアイドルになりたかったっていう話をしたんだけど、いいと、いい、いい、なんかすごい楽しかったよ。あの、しかもね、ヨッシーがね、うん、イクミン、イクミンって連発するわけさ、うん、もうね、それがなんかちょっと嬉しかったね。そんなことに言われることないなと思ってさ。うん、だから本当にあれは聞こえないから、もう私の気分はさ、あのあといつでも歌い出して、あ、皆さん時間でさようならっていう、ほら、うん、あの昭和の時代のアイドルの気分だったからさ、うんうん、聞こえてる聞こえてるみたいなね、うん、でも面白かったです。面白かったね、うん、あの見ている人のことは全く相変わらず考える余裕もなく、とにかくイクミンの顔は見えない、何喋ってるかさっぱり分かんないと思って。でもね、今回私たちの目標としては、うん、まあ、あの継続するというのを目標にしようというのを決めて、うんうん、でとりあえず最悪これどっちかが映れなくても、どっちかが片方がちょっとでも配信をしてね、うん、続いていければ継続できない私たちがどれだけやれるかっていうのも本当そう一つの挑戦なので、引き続き、うん、来週も一応土曜日そうだねの20時半で、まあ、行けるところまで、うん、あとダメな日は日にち考えたとしても、うんうん、結構出先からでも、うん、あれが良かったかどうかは分かんないけど、でもほら書いてあったじゃん、うん、その後観光地からやろうかなってね。そう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 。うん。だから中継だからね、ライブって別に家の中でやんなくてもいいからね。うん。うん、そうなの。いっぱい外でやるとき、やるときは、うん、あの人が映んないかどうかだけ気をつけられる場所ならどこでもいいと思う。そうだね。そうだね。それが元、私たちが元で、だって不倫が発覚してで芸能人別れちゃったりとかしたら大変だから。そんなことあるんかい。そうか。え、だってほらみんな、あのちょっとさ、ちょっと前に、うん、ちょっと前でもないけど、うん、だって写真に写ってるとかね、どっかでっていうのがあってバレちゃった人って結構いたじゃん。へー。肖像権の問題とかやっぱりいろいろあるじゃん、建物とかも、うんうんうん、あの、まあ、私たちの場合これ営業でやってるわけじゃないけど、うん、でもこれでさ裁判とかになっちゃった時にはさ、うん、ね、あの良くないからお金ないんだし、はい、なのでやっぱりあの人が映んないようにっていうのは、うんうん、気をつけないといけないとこかなと思うんだけど、はい、はい、じゃあそんなわけでまた来週、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イクミンの顔が見たい人は、うん、あの、うん、ブログかなんかにも顔写真が多分貼られるようにしようかな。Facebook 見てる人は。Facebook、そう、Facebook 見てください。になってください。こんな顔が顔知りたい、ね、イクミンの Facebook。こんな、でもこんな顔してます。ちょっと違うと思うけど。見てると思うんだけど、目つぶったら。まあわかんない。そういうことにしておく。はい。じゃあとりあえずあの今日の反省会は一応これで一度締めさせていただきます。あとこれでさせてくれ。嬉しい。いえいえ。反省会の部分終了です。はい、ありがとうございます。終了です。はい、じゃあこれ切ります。はい。